このシステムは高速で 3D モデリングデータを作成するもので、撮影スキャンしてから5分程度でアバターを画面の方に登場させることができます。2020年の大会に向けて東京ジャパンの魅力を世界に発信する拠点と形成していこうと思っています。